生地の異なる別布によるパイピングが縫い目などに施された木綿製のヒルノドレス。1836年1840年、ビクトリアアルバート博物館像。縁取りに別布によるパイピングが施されたブレザーの例。ケンブリッジ大学ライフル協会のブレザーの一つ。裁縫におけるパイピングはトリムやエンベリッシュメントといった衣類を飾る技法の 一つで衣服やその他の布製品の絵にスタイルラインに沿って細長く折られた生地を縫い目に縫い込むもの。多くの場合、細長い生地は折り目に対して45度の角度で切り出される、いわゆるバイアス使いとなる。この生地はも切れを使うこともあれば別布を使うこともあり、革などを使うこともある。今日ではパイピングは家具や室内装飾。 装飾の施された枕で一般的に用いられているが衣類にも用いられる。パイピングが施されたポケット開口部、衣服の縁取り、縫い目などは洋服の特徴となっている。また、もっぱらパイピングに用いるバイアステープも既製品として生産されている。ありがとうございます。